GM チャンネルスタッフ。ゲームマーケットスタッフによる GM チャンネルです。今回の担当はしのぶです。はい、今回はですね、覚醒ネネを使った、パーティー編成ですね。まずサラス、バティとで、ヘルメスで、ある列車の、危ない時のヤマタノロチといったところで、そうですね、さっきちょっと軽く使ってみたんですけど、やっぱり3個以下で消せないっていうのが意外とネックですね。火力は強い上に、火力は強いんですけども、高いんですけども、非常に火力は非常に高いんですが、水の2コンボドロップ4個、あ、3個以下で消せない上に、特定のドロップの2個以上みたいな筋肉マン的な感じで意外とむずいですね。普段3つで消してるんで、まあ、早速行ってみたいと思います。意外と慣れない。まあ、この辺に関しては大丈夫そうかな。で、早速、まあ、目覚めを使って突破していきましょう。さっき言って、これ、あれなんですよ。さっきも闘技場軽くやってたんですけど、回復3個で消さないといけない、あ、4個で消さないといけないところを、普通に3つ消ししてしまってね、負けるっていう。展開が、そうなんですよ。そしてあれなんですよね。水がですね、8個以上ないとやれることがないっていうのがね、ちょっとね、リーダーとしてはかなり厳しい。まあ、ちょっとサブをもうちょっとこだわればいいんですけど、まあフェスゲンはなるべく入れないようにっていう感じのコンセプトで、パーティー編成をいたしましたと。一応ね、単純に水属性の攻撃力が4倍になってるんですけど、意外と4倍ってもうダメだね。ダメっていうほどではないけども、もうあまり当てにならないというか。2体攻撃持ってるやつほとんど入れてねえもん。そりゃそうだわな。14倍でも2体攻撃入れりゃそこそこな強さにはなるんで、まあ編成次第でしょうね。道中は14倍で全然抜けるんで、リーダーフレンド合わせてね。やべ、全部消えるぞこれ。まあ強いですね、さすがに。あとはコンボ吸収のボスが来ないことを祈るのですね。ふぅ、ああもうバインドされてもうた。まあでもバインド回復はネネがそういうスキルを持っているね。覚醒無効、バインドと覚醒無効を3ターンずつ回復という覚醒スキルを持っているので、意外とね、恐る気には足りないのかなと思います。そうですね、ちょっとヘルメスのバインドを取りたいんですけども、まあとりあえずいっちゃいましょうか。水消さなくてもよかったね、今ね、普通に。あ、でも意外と火力はあれか。ヤマタノオロチか。ヤマタノオロチで出せるんで。きつ。5コンボ以下吸収きつ。なるほどね。もう1コンボ欲しい。これきついな。こういう時はどうしようか。
もう一個も欲しいんですよね。そうすれば軽減効くのか。であれば、ねね打つ必要性もないかな。多分半減で耐えられるんで、これでいっちゃいましょうか。あれ？ちょっと待って、水が、危ねえ。危な。危ねえ。なんとか突破ですよ。まあ多分エンファとかなくても闘技場1だったらいけるんじゃないですかねと思ってるんですよね、僕はね。エンファなくてもいけるでしょうと高をくくってるわけですよ。あー、もったいね。これはちょっともうちょっと立ち回り変えた方がいいね。こっち側の僕自身の立ち回りを変えるべきでしょうね。5個あるから、OK、打ちましょう。いや、ダメだよ。5個、7個だ。んー、じゃあもう、ヘルメス打ちましょう。しょうがない。もうちょっとイチャイチャしてもよかったのかな、これ。ちょっと使いすぎたー。適当すぎたパズル。うん、美味しい。これは16倍出せれば抜けるでしょう。さあ、久しぶりに真面目な回ですよ、皆さん。いつも僕は真面目にやってるんですけどね。OK です。あれ？何キラーのため今。盤面に水ドロップは7個。なので、じゃあこいつを使いましょう、水の値段でと。といったところで。さあ。まあ、使わなくてもよかったかな、もしかすると。ああ。よし、いい感じですね。さすがの画面。ヘルメス500万出てる。っていうか、これ、オロチいくつぐらい出てんだろう、今ので。オロチ簡単に1000万出るんだけど、やべえ。火力のお化けや。これ周回はかどるな。なんかあれだね。あ、でもそうでもないか。使っちゃいましょう、あれでした。やべ、これはまずいけど。ですよね。そうなるよね。全部使っちゃったもんね。まずいなぁ。うわ、ヘルメスか。HP めっちゃ、危ねえ危ねえ危ねえ。HP めっちゃ増えたんですが。ステイというか。様子見。落ちてきたぁ。言うてな、ここで回復しと、なんでも回復しても意味ねえか。意味なくはないか。意味なくはないけど、別に回復する必要性もあんまないな。で、回復できない。はい、溶かし。正解。うわ、回復してー。これ先生あったら話にならないからね、回復しておきましょう。で、これ三色人ね、ほんとね、ひどいんですよ。ほんとひどいんですよと言っときながら、何のことやっていう話なんですけど。とりあえずこの先コンボ吸収の敵に出会わなければ、正義なんですけど、言ったほどというか。99% だよね、あれ確かね。
99% ですよね。コンボ以上できる気がしないもん。まあ一応軽減効いてるんで、うーあーでもラッキー、一番ラッキーかもしれない。一番ラッキーだが、使ってみましょう。起動、ハイフドロップを水ドロップに変化。こいつの馬鹿力だったら、え、全部使った。いやー、全部使っちゃったね。デッド、アベラシアのスキルを使えばいいんですけども、まあ使っちゃっていいかな。2コンボで大体吹き飛ぶからね。うわー最悪なんですけど、最悪なんですけど、2回言いました。5コンボ、あ、6コンボだ。さあ18。うわーこれ、オッケーオッケー。5個なので、これ次6コンボ吸収入んだよね確かね。5コンボ吸収入っちゃうから、ネネを使いましょう。ここで恐ろしいことになるんで、多分よかった、最悪ないこともあるからな。よし、幸先というかいい感じですね。でどっかで、ここでちょっとヤマタノオロチ使ってスキル貯めましょうか。せっかくいい感じなんでね。でこんな感じで、で確実にワンパン可能なので、100% ワンパン可能だと思ってますので、もしヘルメス溜まったらまあいいでしょう。さあ行きます。オッケー。さあ実質ボス来ましたよ。これで突破できなかったらつれえな。まあいけるとは思うんですけどね。であればですよ、ネネ使って、ネネ使ってアルレシアの方がいいのか、単純にアルレシアの方がいいのかな。ハートとネネ使ってアルレシアだと結構事故りそうな気もするんだよね。いや、いきますか、ネネネネレシアで。あ、とりあえずここで目覚め打っとこうか。でいや、いいか。ここでアルレシア打っちゃえばいいか。4、意味ねえな、アルレシア打っても。あ、う、ある。3、3つできるか。ここでアルレシア打とう。まあ、ヘルメスでもよかったんですけども。そうだよね、ヘルメスでもよかったよね。まあ、それは、いいや。
あ、危ねえ。はぁ、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 危ねえ、マジ危ねえ。調子に乗ると怖いですね。いやぁ、舐めてた。危ねえ、火力に甘えてたわ。いやぁ、勝ちですよ。これ話にならなかったな、マジで。負けてたら。で、ここで目に使いましょう。危ねえ。いやー、疲れた。疲れたじゃない。負けるかと思ったわ。さあ、倒したんじゃないでしょうか。ヤマタノオロチが1100万出てます。はい、こんなところで、まあなんだかんだいけましたね。結構運が良かったかもしれない。コンボ吸収ないし、パールとかも、まあパールだったら別に問題ないか。ネネだったら、ノー姫だったら、ノー姫じゃない、イナ姫か、イナ姫で合ってるのか分かんないけど、イナ姫だったらかなりきつかったかな。はい、で、ネネと稲姫と、貴族生のやつは、リーダー向きで、それで、光と闇のお市と野姫かなは、なんかサブ向きなのかなっていう感じでしたね、印象的には。はい、今回は、覚醒ネネを使ってみての、闘技場1、攻略動画でした。はい、今回は終わりにしたいと思います。もしよかったらですね、チャンネル登録、高評価の方などよろしくお願いいたします。ね、後ろ、動画の後ろの方にもね、前回の動画と、再生リストの方がありますので、ぜひそちらも見てください。今回は終わりにしたいと思います。さようなら。新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。GM コイン。